こんにちは、スペイ君です。今日はですね、ちょっと見てほしいものがあるんですけど、気温がですね、はい、こちら、3度です。寒いです。この中僕は今ね、夜の川に来てるんで、今日はですね、まあ夜で、ここで前ザリガニがいたんで、まあザリガニとかエビ類っていうのは夜に活動するので、ザリガニをね、探していこうかなと思います。それでは、やっていきましょう。よし、川に入っていくぞ。ちょっとね、これ見て、これ網持ってんだけどさ、網のさ、ここがさ、アルミなんだけど、寒すぎて冷てえの。死ぬわ。前ね、ザリガニがいたのは、この川のですね、この辺にいたんですけど、なんか歩いてたりしない？夜のね、エビっていうのは目が光るんですよね。なんで、すごく簡単に光るんですけど、うわ、ここ待って、めっちゃ魚いるじゃん。取れた取れた取れた。なんだろうこれ。俺ね、魚の勉強したんだよ。この魚何か見てみるわ。魚はですね、この背びれと後ろの尾びれと胸びれっていうのかな、とあと魚の形で、寒すぎて手凍えるで見分けるんですけど、この魚の場合だと上の背びれが2枚ないんで、とりあえずオイカじゃねえや、親ニラみたいな肉食魚じゃないんですね。ブルーギルとかも確か上の背びれが2枚あります。親ニラミも上の背びれがね2枚あるんですけど、この子は2枚ないですね。でもう1個見るところがあって、次はですね、胸びれですね。次胸びれを見るんですけど、胸びれがですね、この魚は上の背びれと根元の付け根よりも後ろ側にあるのが分かりますか。なんでこの子はなんていうんだろうな、これで見分けることができるんですけど、これが背びれと胸びれが一緒の位置ぐらいにあったら追い川なんですよね。でこれが後ろの位置にあるんで、これは川むつになります。川むつとか沼むつっていうのがいるんですけど、で川むつなんですけど、この子が川むつと沼むつを見分ける方法が、このお腹のこのね、なんだっけ、胸びれじゃねえや、なんだこのケツのところに生えてるこのケツ毛、ケツびれ、このケツびれから生えてるこのケツびれの根元がですね、なんかオレンジっぽくなったりしてて、まあ、婚姻色っていう感じなのかな、感じでなんか色がついてるんですよ。オレンジだったり黄色だったり、でその色がついてるのが沼むつになります。でこの子は色がついてないんで川むつになるってことですね。で川むつのもう一個の特徴が、このね、お腹の真ん中の方に線が、黒い線が入ってるんですね。これが川むつの特徴になっております。こんな感じです。僕魚の勉強したんですよ。まああんまりね、まだまだその勉強途中であるんですけど、稚魚のね、魚っていうのはすごい見分けにくいんで、勉強を少しだけしました。じゃあこの子はリリースしよう。はい、おいって、沼地に使って汚いじゃない、うんこついとれない、ここに洗ったらまた冷たくなる。あー冷てー。よし、じゃあもう少し見てみよう。いやでもさっきも分かったと思うんだけど、あの距離感まで近づいても魚って気づかないんですよね、こっちの存在。まあ気づいているかもしれないんですけど、寝てるからね、逃げられないんですよね。まあ皆さんも朝起きてベッドから瞬発的に出れますか、このクソ寒い中。出れませんよね。それと一緒です。魚もこんなクソ寒い水温の低いところにいるんで、もちろんね、急に人間が来てライトでパッて照らされたら、まあ、瞬間的に動こうとはするんですけど、動けないんですね結局。なんこれ、こうザリガニの死骸じゃねえか。俺が欲しいのは死骸じゃなくて本体や、いや生きてるやつ、死骸、まあなん死骸じゃないやつが欲しいね。もしこの死骸が綺麗だったら持って帰って標本にしようかな。よいしょ、この辺で見るか。よいしょ、確認しよう。ちょっと洗って、おー、あー足が欠けてるね。じゃあいらないや。どうせなんで、このザリガニを観察しましょう。これはね、だいぶ大きい個体なんですけども、ザリガニっていうのは、ここに身が詰まってるんですけど、これですね。これがザリガニの可食部です。これがザリガニの唯一食べれる部分なんですけど、くそ！うぅ！
待って、死ぬ、臭すぎて死ぬ。あのザリガニとかあのカニとかっていうあの川にいるね、あの甲殻類とか魚とか、まあ、川魚はね基本的に皆さん生で食べないでください。排気中っていう、まあ、とてつもないね、もう人間を死にいた、しめ、いた、しめる、いた、いた、うん、至らせるようなとんでもない寄生虫を持ってるんで、絶対生で食べたり、この触った手を舐めたりするのはやめてください。もしね、これをね、見てるお子さんの方とかいたら、お父さんお母さんにね、ちゃんと話をして、臭すぎる！あと、そう、ザリガニとか甲殻類とか、まあ、なぜか、まあ、肉がついてる、まあ、生き物なんで、昆虫とまた違って、バカ臭いんですよ。マジで臭い。ブエッ！え、臭すぎる。手がもう、やばい。手が、汚染された。いくら洗っても臭い。でも、こういう時は、こういう時はですね、これ、砂利とかで、ね、こうやってこすると、まあ、寒いんで、クソ痛いんですけど、まあ、多少マシになります。まあ、これはこの時は、鳩とかがついばむやろ。鳩とかなんかカラスとかついばむやろ。じゃあな。グッバイ。怖いけど、ちょっと下流の方に行ってみるか。ここの川はね、下流がちょっと深くなってるんで、足元を取られるとマジで怖いんですよ。いや、川っていうのはね、あの自然なんで、僕たちのあの学校の先生みたいに、明日までに宿題を出せば許してやるみたいなことはしてくれないんですよね。まあ、川も学校の先生だったらいいんですけど、川はマジ優しくないんで、殺すときは一気に殺しに来るんで、マジ気をつけないと本当に一瞬で行けます、川は。なにこれ、えジャモッターネヒかな、ジャモッターネヒ、汚ね、ここ細けえフラペチーノいっぱい浮いてるわ。魚は端に集まる習性があるので、この習性を利用しました。いや、深いな。深いな、おい。深いな、おい。マジで深いな。入んねー。これ、絶対誰か仕掛けたトラップでしょ。何年もの？なんか入ってるぞ、しかも。あ、待って、これなんかめっちゃ入ってる。あ、待って、これってさ。いや、最近のものじゃないよね、これかけられたの。こんな苔蒸してるってことは。このままにしておくと、この中のやつは全部死ぬぞ。よし、オッケー、取れた。待ってよ。何が入ってるか見たいから、ここ用意して、よいしょ。あげるか。いくぞ。めっちゃ魚入ってね。ザリガニ2匹ぐらい入ってるけど。やばくね。待って、一回ザリガニ出すか。ちょっと待って。よいしょ。うわ、ザリガニ入ってる。ザリガニ一匹と、魚も入ってたよね、さっき。なにこれ、ヤンマの幼虫？ヤゴの幼虫も入ってるね。あと？もう一匹ザリガニ入ってるわ。ザリガニとでけえ魚2匹ぐらい入ってる。あー、待って、カメラ終わる。これ魚、これオイカワじゃね。ヤゴの抜け殻あるし。これは、これもオイカワじゃね。はい、あとはタニシかな。あとはタニシですね。入ってた餌も何も入ってないですね、もう。多分この中に餌を入れてたんでしょうけど。いや、どうなんだろう。これもし、持ち主さんがいらっしゃるんだったら、あれだけど。
いやもういないと思うな、これ持ち主。だって何年もののれっかよ。先にこれ観察しちゃうか。すげえな、ザリガニが入ってるじゃん。これオイカですね、これが、だいぶ弱ってるね。でもこの子たちも多分だいぶ長い間入ってたと思うんだよね。だからね、相当弱ってるんだよね。ザリガニも弱ってるね。ザリガニなのにここまで弱ってるってことは相当ね、長い時間入ったはずなんだよね。やばい、魚がひっくり返ってる、死んじゃう。で僕オイカはねすごく欲しかったんで持って帰ろうかな。オイカ2匹とザリガニ2匹ですね。ほら、わかるかな、みんな。あ、このザリガニ見たらわかると思うんだけどね、相当弱ってるんだよね。おおお、挟むなよ、お前そこ。お、待って、俺の手挟んで。痛い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 。ねえ、あのさ、痛い痛い痛い、マジ痛いって。まあ、とりあえずこれは破棄しましょう。このまま戻してもしょうがないわ。これは、俺が持って帰って破棄します。こうしないと、この川のね、生物をこれが捕まえるだけの生物兵器になってしまうので、生物兵器じゃねえや、生物殺戮容器になってしまうので、これは俺が持って帰って破棄します。はい、この辺もビニールの紐も全部です。まあとりあえず今日はザリ持って帰っても意味ないんでリリースします。はい、お前ら海じゃない、川にお帰り。ごめん、はい、はい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 。いやでもな、弱ってんね。決定的証拠があったわ。これ結んでるとこがあったんだけど、見て、結んでるとこはもうね、水に浸かってるんよ。もうこの時点でね、これは何年も放置されてたってことが分かる。何年とか、まあ何ヶ月か放置されてたことが分かりますね。いやマジでこういう風なことをすると、これ昆虫のトラップでもこういうのってありますけど、こういうことするとマジで本当に生き物を無限に捕獲して無限に殺すだけの殺戮兵器になるだけなんで、皆さん、こういう風にトラップをね、作るときはちゃんと持って帰りましょう。はい、ということで本日はですね、まあ、この、途中から動画の趣旨が変わってしまったんですけど、このね、なんかよくわからない箱に入ってる中身を開けたら大量のね、僕が求めていたオイカワとザリが出てくるっていう動画でした。皆さんね、もしよければ、チャンネル登録の方をお願いします。僕ね、今年中はね、毎日投稿絶対頑張りますので、夏とかはね、昆虫とか他の動画も上げていくので、よかったら、チャンネル登録お願いします。それでは今日はこの辺で終わっていきます。バイバイ。